GT 書体とは東京大学多国語処理研究会のマルチメディア通信システムにおける多国語処理の研究プロジェクトとして行われている漢字や国字の収集活動によってまとめられた大規模文字セットの書体である。等文字セットを実装した GT 書体は GT 明朝とも呼ばれ明朝体に類似の書体を持ってまとめられているが、筆画を意識した。 日本で通常用いられる明朝体とは異なるデザインを採用している。GT 書体は、と、と、のような、一般には書体のサイトして見なされるようなものも別の文字として収録している。GT 書体はトロンコードに収録されており、利用できる。また TE フォントという別デザインによる実装もある。表向きには、東京大学多国語処理研究会の 開プロジェクトとして、マルチメディア通信システムにおける多国語処理の研究プロジェクトがあるような表現をされることがあるが、これはもともと1995年に日本学術振興会産学共同研究支援事業として、人文系多国語テクストプロセッシングシステムの構築に関する研究が発足したことに始まる。GT 所帯の GT とは、 この研究名の老化字表記から頭文字を取ったものである。翌1996年に日本学術振興会未来開拓学術研究推進事業としてマルチメディア通信システムにおける多国語処理研究プロジェクトが発足し GT はこのプロジェクトへと移行することとなった。以後 GT といえばこのプロジェクトを指すようになったため頭文字としての意味は薄れている。 5年計画で進められた本プロジェクトは2001年をもって満了し、さらなる研究の継続推進を図る目的として、東京大学多国語処理研究会が設置された。長官時の初期バージョンには、トロンコードに収録した大規模文字 Z のフォントとして、混弱文字教フォントが標準でインストールされていた。当時トロンプロジェクトは、 文字の収集枠として24万2000字余りの領域を根弱文字教に割り当てていたが、これと並行する形で GT プロジェクトは推し進められており、漢字を収集するというプロジェクト同士であることから根弱文字教側が難色を示した。また、ブトロン COOS というシェアが極めて小規模であり、ブトロン環境への専用フォントを用意していた根弱文字教にとっては、 商業的な旨味を感じられないということも問題として浮上してきた。この結果、根弱文字教はトロンプロジェクトを脱退し、トロンコードから降りることを決定した。トロンコードには24万字を超える領域が結番として残され、その代わりに別の領域9万7千文字弱が GT 初体枠として割り当てられた。根弱文字鏡枠に収録されていた多くの漢字や、 告示は GT 書体枠をもって表示可能であるようフォローは行われたが、しかし、根弱文字教のライセンス上、文字のコンバートは行えず、長官時に以前と長官時3以降とでは事実上、文書の互換性が図れなくなるというトラブルを招くこととなった。なお、根弱文字教は、トロンコードから削除はされたものの、それらすべての領域は、欠番として保存されたため、 長官字3以降であっても、長官時2以前の文字教フォントをインストールすることで、表示は可能である。混弱文字教側もフォントの配布は認めており、長官時2以前のユーザーから単純に譲り受ける文には問題はない。抗義の漢字が収録される。混弱文字教の影響を受けているわけではないであろうが、歴史的事情から収録傾向には類似する点も見られる。 具体的には中国現代のいわゆる漢字のほか国字や部首、文字要素などが含まれる。例えばブトロン COOS の長漢字は初期の頃の字が出ることを広告文句としていた。これは音と,と読み最も画数の多い文字であり、当時は文字鏡枠に収録されていた。後に根弱文字教の撤退によりトロンコードから消えたが代わりに GT 書体枠がこれをフォローし、表示ができるようになっている。学問上、一般には漢字に分類されないとする向きもある文字で、あっても、講義の漢字と解釈でき得るものは収録する方向で、動いている。具体的には、例えば、は、漢字ではないと解釈するのが通例となっているが、GT 書体ではこれも、講義の漢字という枠で捉え、ノブとして収録されている。なお、 かつて日本でも名字に使われていたことのある文字であり、10っと読むが一般には漢字とは解釈されず、東洋漢字表や人名用漢字別表にも盛り込まれなかったことから、事実上存在しなくなった記号であり、緩和辞典などで武士を示す文字要素として扱われる程度ではあるが、GT 書体においてはこれも歴史とした漢字として扱われている。 すでに紹介したように、一般には、書体のサイトみなされるような違いであっても、それぞれを、維持として収録することが多く、この利用価値としては、例えば Wikipedia 内の項目であれば、朝日文字や、人名用漢字といった項目のように、単にその文字が、ディスコードやユニコードにないということにとどまらず、字型の際を解説するような場面で意義を発揮する。なお、根弱文字教との類似点があるとはいえ、 厳密には観点が異なるため漢字に限定しても GT 書体には収録されていないものも多く存在する。また、ディスコードなどの他の文字セットとは全く別の収録を行っているため、ディスコードに存在する文字でも GT 書体では字型が異なっていたり、あるいは存在しないということも見られる。上漢字で GT 書体枠の文字を使う場合、 本との形状に差異が生じるため、漢字は GT 書体のものを使うことが推奨され、設定においても日本漢字と呼ばれるジスコード枠の文字であっても GT 書体で表示や印刷を行うことが可能である設計になっている。しかし前述のように、ジスコードにあって GT 書体枠にない文字があり、いずれにしても印刷時には書体が混在するような現象が起きることが見られる。 このほか、GT プロジェクトで文字を収集する過程で、と、のように、それまでに収録したものと全く同じ字型を再収録してしまうミスが何度か発生している。ミスの発覚後は、再収録側を削除し欠番とする方針をとり、その番号に改めて別途の文字を割り当てるようなことは、原則として行わない。トロンコードにおける GT 書体枠での、こうした処理は、 コード改定時や本とのアップデート公開時に公表される。一覧は未完トロンコード。ありがとうございます。